木曜夜7時はアニメポケットモンスター XY&Z。 旅の途中、サトシたちが出会ったのは火炎獅子の群れですね。シシコは独り立ちするため群れを離れ旅に出るが、その道は苦難の連続。そんな時、火炎獅子がロケット団に捕まってしまう。火炎獅子を救うため、シシコは。木曜夜7時、絶対見てね。